こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日も行きましょう。お品書き。今日は3つ。1つ目、排水口のゴミ見飽きたら ?2 つ目、コーキングマスキングテープが大活躍なんです。3つ目、蛇腹感で高圧洗浄 NG でした。気になる。早速1つ目から行きたいと思います。1つ目は、この排水口のゴミ こうなるこんな内容なんですよね。まるちゃんがまた、えー、いただきました。宝かキッチンのトレーシアちゃん。離婚前からもうネットで実は知ってたんですが、やはり、えー、使ってみると、ここが不満。このまるコちゃんよりいただいた内容っていうのが、このトレーシアの実は使っていて、ーム前から知っていたあの排水口。実は使って約2ヶ月ぐらいなんですが、まあこれ多分、 山さんもそうなんですよね、実は。宝に限ったことじゃないんですけれども、この排水溝奥にあって、こういったプレートがついてますよね。で、プレートついているところ、ここ、わかりますこの横。これ、実は汚れがこんな感じで溜まりやすくなるんです。まあ、当たり前といえば当たり前。プレートがあるとこういったところに詰まってくるっていうことですよね。毎回小さなゴミついて嫌だ まあ実際そうだと思います。特にまあ人工大理石のこういうシンク目立ちますしね。流しても流してもほぼ毎回ゴミが溜まるとめんどくさくなり、もうプレート外すことになり、他の方もこうやって使ってるみたいです。ホームページを実は見るとですね、これ、 まあ、お客様の声って言って、写真画像。まあ、宝もう、ある意味のこういうシグナル送ってんのかなと思うんですけど、配色を見てください。プレート使ってないじゃないですか。このアクリル人造代理石。もっと言うと、もっと言うとですよ。潜在ゴあの、真ん中のやつ。あれもこの方つけてないんですよね。ほら。まずは網かご、網カえー、こちらの方でネット被せてますよね。で、奥のところの洗剤ラック使ってない。 なくしたわけじゃないと思うんですね。もともとはカタログにあるようにアクリル人造大好き。プレートもあるし、奥の方にも潜在ラックあります。まあ各メーカーこんな感じでプレートとこういった真ん中、センターのところに網かごあります。で、この真ん中のところに、このお客様の声でネットかぶせてる。なぜでしょう。潜在ラックも外す。なぜでしょう。これもまるこちゃん以前言ってましたね。もう網かごのところにこう、ボトルとか置いてた跳ね返りが嫌だ。 で前回紹介してましたね。汚れが気になり、洗剤カゴは撤去へ。その時排水プレートはあるんですけれども。で、こちら。ということで、この蓋を外してしまい、こういう状態に。 蓋はいらないという人結構多いんです。そしてネットを被せていますね、アミカゴに。排水プレートは実はですね、キッチンメーカー右翼曲折ありました。で、山さんが一番知ってるのはまあ、TOTO がわかるんで、TOTO の方お話しすると、96年、まあ、TOTO ニューレガスス、山さんこの仕事やった時、プレート L 型排水管をなくしてるんです。なくした時、当時言ってたのは、もう朝型ですよ当時は深型だったんですよ。それが、やっぱりビワーの排水含めてですね、この生活汚水、これ 赤潮の問題。いや気になるということで、こういった、こまめに捨てていく。昔ってこれ、残飯入れだったじゃないですか。それが朝方になった。そして、よく、まあ見えることによって、こまめに捨てるということ。昔はキクアレゴムで見えなかったんですけど、これが変わってきた流れが、この時代でした。で、さらに、2004年、こういった形で、とうとうフレックス真空という形で、この時代もまだ、 この排水プレートないんですよそして一体型になったこのお手入れしやすい継ぎ目なしになってますそしてさらに2005年とう t と o う9時はあれそう プレートが排水口に復活しているんです。これ、あの、やっぱりですね、他のメーカーも含めて、ここに網かご、ゴミ見えるの嫌だっていうふうに言っていて。で、これ見るとね、手前にスリット入ってるじゃないですか、手前と。あそこにだからこう入っていくような感じだ、えー、にちっちゃいゴミとかありますよね。で、とうとうクリスタルシンクになると、プレートありなんですけど、なんとなくこう、手前とか横とか後ろとか、それぞれにスリットがあるような感じになってますね。そしてザ・クラスト、どうでしょう四方。 こういった形で、真ん中じゃなくて右に寄せている。やっぱり跳ね返りも気になるんでしょうね。その真ん中だと右側にラックも来ました。これが2010年からという、まあ、排水溝プレートの一つのまあ変遷ですよね。ということで、まるコちゃんより戻します。ということで、この蓋を外してしまい、こういう状態に、こんな感じ。以前もこういう状態で使っていました。まあ、宝のホームページのある意味、こういう,うに使い方多いんじゃないですか。で、 しかし、この状態で数年も使っていると、なんとなくゴミ受けのゴミを見飽きてしまい、まあ、うん、常に見えるん嫌ですもんね。蓋をするようになりましたあ。変わるんですね、節目。見栄えを重視に変わってきたんですっていうことです。 年数を重ねると、ゴミを楽に取りたい時期から、キッチンを綺麗に見せたい心境の変化、女心、秋の空。まさにテンションが上げ上げ作戦に移行することになりました。まあでも、それもいいですよね。やっぱり毎日がテンション上げ上げになる。これ山さん生きてる人生の意味だと思います。この蓋は、この奥にスリットがある。そうですね、これ奥ですね。とうとうさっき手前でしたよね。あと四方にもなってたけど。これ、 実際にこういった形になって、ル、ま、ちゃんさっきなんか奥と手前を逆に使ってましたけどね。これだと手前にもさっきの写真のようにゴミがどうしても溜まってしまうので、こんな感じで手前からゴミが入るように使ってます。で、逆向きに使ってたのかな。で、こんな感じでゴミが溜まらぬように手前にスリットまあこういう感じで、右と左に使ったりする。そんな使い方なんでしょうか。まあこれだったら、 まあ確かに流れていきやすくなりますね。面白いですね。見えないようにする。そして洗い物など大量にゴミが流れていく時だけはプレートを外して使います。まあ見える状態ですね。そうすると普段はゴミが手前に溜まらず確かにああいったところに流れていきますよね。ゴミを見なくて OK。まあ見ない方がテンション上げ上げなんですね。排水詰まり対策で100均の えー、セリアのフィルターを取り付け開始しました。ネットついてますね。細かすぎて水はけが悪く様子見です。まあこれ洗面も全部言えるんですけど、最近メーカーはね、やっぱり、ね、詰まりを気にしだして、こう細かい目になってるからすぐ詰まる。そう。だからどっちがいいかっていう形ですよね。で、網かごを外したらこんな感じです。またレポートします。待ってます。ありがとうございます。ということで、やっぱりこう、 まあ、見えない状態やり、見え、か、あの、流れていく状態、えー、この辺も全部含めて、あなたがどっちがいいかということ、全部、えー、こういった使ってからのレポートお待ちしています。二つ目、抗菌マステが大活躍しているんです。あなた使ってますか山さん、こんにちは。前回、お風呂の入り口のドア下、マスキングテープ活用のご紹介見ました。さっちゃんの、えー、私へのレポートでした。 まさにそろそろ張り替えないと思ってましたのでびっくり。そうです。そろそろ張り替えてください。マスキングテープ予防掃除術中。あ、これマルコちゃんになってますね。失礼しました。で、えー、お手軽お掃除術マステここに貼っていただいているんです。そして、このさっちゃんが えー、約2ヶ月経って、まあ、4月の初めに貼りました。扉の下場にも貼っていて、さらに浴室側にも貼っているので、剥がすのには少し手間なんですが、まあ、掃除よりは全然、断然楽だということですね。扉の下もこうやって剥がしていきます。まあ、ほこりだまり、こちら。 こういったことにならないように貼っています。こうなんですよね。山さんこれ聞いた時にまだ実は貼ってなくて。そう。で、朝掃除とかこうするときにこうティッシュでこう拭って掃除とかする。まあこれがマステがあればサーッとできるっていうことですよね。剥がすと中の機材っていうかまあ元々の機材。 機材っていうのかなドアの表面はとっても綺麗なんです。見てみましょう。ペローンと。確かに綺麗ですね。簡単ですよね。剥がすだけだと。とっても楽にお掃除。お掃除とかもう、お掃除予防術汚れ予防術っていう形ですね。剥がすのがお掃除。貼るのがお掃除ですね。セリアの24ミリが便利なんです。これいいですね。24ミリ。皆さん覚えておいてください。キッチンや浴室の売り場にもマステは置いてありますが、 これね、知らない方多いんですよ。特に、例えばこれ見てるだ、えー、男性の方なんていうのは、え、そんな方法あるのリフォーム業界の、例えば工務店さんに、ここマステ貼るんですよ、っつって知ってる方ってそんなにいないと思います。もし、これを見ている営業マンの方がいたら、そういった知識もぜひお客さんに、えー、シェアしてあげたら喜ばれるんじゃないでしょうか。この24ミリは工具コーナーに置いてありました。今やですね、このマステはですね、キッチンとかお風呂場に置いてるんです。つまり、マスキングテープは、 こう、マスキングするものじゃなくて、掃除。そういった汚れ予防に使われる、そういった部材になってるんですね。さらに、こんなところにも活用しています。どこに活用してるんでしょうか、さっちゃんは。IH コンロのプレート周り。これ見えますプレートの周り。もう少し拡大しますね。ここ。ここに貼ってあるんです。ぐるりと一周マステ。というのも、先日、 お味噌汁を IH コンロでこぼしてしまい、王女をしました。 意味分かりますって王女は、もう山田さん関西だから分かってます。お味噌汁をこぼすと、なんかそれがザーッとね、プレートのドア一応パッキンは入ってるんですけど、もしも入ったらということで、やっぱりこういった意味で、王女しません。大木きい玉響師匠でした。まあ関西しかわかんないんですが、ありがとうございます。転ばぬ先のマステ術。こういった形でプレート周りを貼っていただくと安心ですよね。そして山田さん IH コンロ交換した時に外したらね、やっぱりね、こう、 シーリングされてるの、シーリングのところ茶色くなって、そこ掃除したんですけど、まあ中には入っていってなかったんですが、やっぱりより安心していただけるのはこのマステなのかな。もちろんこういったマステじゃなくても IH 隙間ガードでももちろん OK。これも100均で購入できましたよね。これ前回の動画でマルコちゃんがご紹介してましたが、これを使って IH の隙間だけじゃなく、前回の繰り返しになりますけどね、この床とキャビネットの隙間。 気になる床との隙間、ゴミ、虫、気になる。DIY で埋めました。ここにも使えます。もう、やっぱり皆さんのいろんなアイデア、ぜひぜひ待ってます。シェアしてください。おすすめアイデア、隙間ガード、活用です。まだ見てない方、こちら、前回の動画で、YouTube で、まあ、ビフォーアフター、スペース、トレーシア、まあ、ヤさんのところでね、検索していくと、キッチンと床、隙間に虫、対策、こちらの方をぜひチェックしてみてください。 では、最後、今日、一番のこれ、大切な、ジャバラカンで、高圧洗浄、NG でした。えー、っていう内容、ちょっと来たんで、こちらの方、ちょっと、まあ、深く深く深掘りしたいと思います。山さん、こんにちは。千代さん、ありがとうございます。ペンキンさんなんですね。毎日動画更新、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ジャバラカン問題、当事者としては、本当に闇なんです。どうされましたか 我が家は築29年のマンションでして、中古で購入しました。以前のオーナーさんがリフォームしたんですが、蛇腹管で接続していました。それはちょっと問題ありますね。これあの、パッと見たとき、あれって思いますが、背面抜き。背面の、まあ、築29年なんで、背面に抜いている排水なんですね。で、この蛇腹管確かにこれ垂れてますね。なんかこの、 垂れてるところにもヘドロとかなんか溜まってそうな感じしますけどね。昨年まではなんとかこの背面のナット部分を外して、つまりこの白くなってる奥のところ、あそこナットになってパッキンついてる、ね、あれを外すんですね。で、そこに突っ込む。だからこの蛇腹のところはコア洗浄してないってことかな。背面のナット部分を外してコア洗浄してくださっていたのですが、今年からの業者さんはマンション標準仕様ではなく、 リスクあります。まあ、ありますね、はっきり言って。この配管仕様では、高通洗浄は当社では対応できませんと、きっぱりお断りされました。まあ、最近、特にこういう漏水とか出たり、例えば外して、そこから復旧して、じゃあ、復旧した時にパッキンねじれて、普通外すとこじゃないですからね。じゃあ、それの責任誰だって言って、全部請求とか来たらいけないのでっていう。まあ、これはまあ、ある意味、懸命では懸命だと思います。まさに、 蛇腹感の闇です。まあ、千代さんからすると大変ですよね。来年からどうしようと。ということで、昨年末に実はディスポーザーも故障してしまい、それではキッチンのリフォームをしようと検討がスタートして動画を拝見しています。そういうことなんですね。ディスポーザー。 ただいま、千代さん、故障中。ディスポーザ便利なんですよね。ディスポーザある家、本当これあると、生ゴミが全部粉砕してる。生ゴミが出ない。最高。冷凍庫に、えー、凍らす必要もない。ということで、山さんもぜひこういったディスポーザ付きのマンションに移り住みたいなって思ってます。リフォームで直感に変更しないと、もともとは直感だったんですよ。それがリフォームしたことによって、蛇腹に変更されちゃった、この千代さんのマンション。前のオーナーさん、リフォームした時にそんな気づかなかったのかなと思ったら、なぜか、 直感が取ってありました。まさか、確信犯うん、なんかちょっと心配だったんじゃないですかと思いますよ。疑問。じゃあ、マンションはいいですが、直感で。戸建ては蛇腹 ?OK? また別に、ともちゃんからやってきました。山さん、こんにちは。我が家のリフォームも蛇腹感になっていました。こんな感じです。どんな感じ あ見ると、蛇腹缶ですね。あの、見えますかねこの黒いところのひな壇の上のところ。これ、これぐらいだけ見えてますね、蛇腹缶。もう少し拡大すると、ここ。蛇腹缶接続でした。こちら。こんな感じです。なってますね、こういうふうに。まあ、実際にここの蛇腹缶、上からコア洗浄を入れて、じゃああそこにすごい圧がかかったら、最初は大丈夫ですけど、20年、30年後どうなのいやいや、うち20年、30年、キッチン使いません。いやいや、だって。 皆さんリフォームしてるの何年ですか ?30 年でリフォームとか20何年でしょましてや、まあ、キャビネット、えー、ステンレス、ホーロより長持ちしますよ。じゃあ、この蛇腹の皮膚だんだん硬くなって、そういった時に高圧洗浄、やっぱりできない。まあ、気がつかないで今結構蛇腹管にそのまま高圧洗浄当ててるケースありますけど、気づいたら、さっきの話のように、うちは蛇腹管しませんっていうふうになりますんでね。 で、戸建てなんで、今回は。戸建てはありますが、コア洗浄をする際には問題があるのでしょうかこれちょっと勘違いされてるんで、山さんまとめてます。工事会社との支払いはこれからなのですが、直感に直してもらうことはできるんでしょうか教えてくださいジャバラみたいな。<laughs> まずですね、ここ、答えはですね、戸建てはジャバラ間接続が標準仕様です。問題ありません。つまりどういうことかっていうと、えー、例えばですけれども、これ直感じゃないとおかしいんでしょ 蛇腹ば感直感にしてくださいっていうふうに言ってもおかしいです。おかしいです。これは標準がこだては蛇腹なので全然。ただ、こういうことだったら別ですよ。実は蛇腹ば感になってそれが標準だとわかってるんですが、実は私直感にして高圧洗浄定期的にかけたい。それも上からかけたいので、排水口から。なので追加料金払うので、 直感に変えてもらっていいですかこれはありですね。もしくはこれからリフォームする。実は標準でいくと誰もリフォーム会社に提案してくれないので、すいません。普通は蛇腹バ感っていうのは分かってるんですけれど、実はコア洗浄を定期的にかけたい。それも排水口上からかけたいので、えー、今回はマンションと同じく直感の接続してもらえますかこれは ありです。ということで、後からでももちろん手直しできますよ。あの、その部材があれば。もちろん位置関係によりますけれども、今変身タイプってちょ調整できるんですよ。昔はまっすぐじゃないとダメだったんで、この位置に行ってなるんですが、今各メーカー直感タイプに変身、要はこう、調整しながら合わせていけるようなものもありますんで、こちらも大丈夫です。で、 まとめました。まず、高圧洗浄とは何か。何かか山さんの動画でお伝えしてますが、マンションは集合住宅ですよね。なので、二つ目の一箇所もし詰まったりすると、するじゃないですか。もうどんどん油流したり、どんどんカレー流したり、流さないでーって思うけど、流す人もいるじゃないですか。なので、詰まったら、例えば詰まって、そして何かの折にですよ。このオーバーフローして、下の階に、もしくは他のタイプを ということで、詰まりが原因で他の会議、他の住居に迷惑をかけると大変ですよね。他に影響する。ということで、1年に1回定期的にみんなが詰まらないように定期的に高圧洗浄しましょう。まあ絶対1年に1回かって言ったら、山さんそんなことないと思いますよ。だけど、やっぱり1年に1回しましょうってなんかこうなってますね。で、4つ目、蛇腹管だと水圧で漏水の危険あるんです。だから、結局、えー 柔らかくなってる。その蛇腹じゃなくて硬い高圧の圧果があってもいい。こういった内容になってる。直感つなぎ。最後リフォームズに。 え、これをジャワラかに知らないんでね、マンションリフォーム知識ない業者さんがやっちゃった。まあさっき確信犯かどうかわかんないけど、やっちゃった。あるんですよ。いっぱいありますよ、世の中。だからそういったところがあるので、それは気をつけていただいて、あなたはこの動画、もしマンションなんだったら、必ず直感でしてくださいね、っていうふうに言ってください、ということです。前回の動画、ヤマさん、スペースコア洗浄で検索すると、キッチンの反感、これはやめて、絶対、LG、マンションタイプです。じゃあ、 戸建てうち直すけど関係ないですかで、まとめました。今日の質問ですよね。一般的に、このコ圧洗浄を戸建てでやられている方は、詰まってからのケースが多いんです。詰まってから。だから新築の方なんかやらないです。詰まってないでも、でもですよ。やっぱり配管ってマンションと一緒で詰まる可能性はあるんです。なので理想は、ハウズメーカーとかであったら3年から5年。 まあ、ですから、一番最初に、最初は5年なんですよ。で、その後3年ごとに、この、コア洗浄やりませんかという形で案内。まあ、車のなんかこう、ディーラーとか買うと、定期的にオイルどうですかとかハンドス点検どうですかとか、いろいろメンテナンスも相談してくれるじゃないですか。ハウスメーカーその辺手厚いということですね。で、3つ目、戸建ての場合はですね、コア洗浄外のマスカラ。マスカラやるんで、まあ、このキッチンがあったら、この配管も外から、詰まるところの、配管のところでやってくれるので、 マンションの場合、マスカラなんかできないじゃないですか。各フロアのどこがマスなんだよってなっちゃいますね。<laughs> ということでえ、上からやるということですね。四つ目、ただし、つまりは今はですね、配管のところだけじゃないんですよ。そう、エストラップ。つまり、 ワントラップがエストラップ。洗面のようなエストラップになったことによって詰まりやすくなった。昔はワントラップなんで洗いたじゃないですか、中が。今エストラップ届かないでしょということなんです。なので、まあ、えー、今日冒頭にマルコちゃんあったように排水溝にネットかけてあまり流さないようにしてる。油は流さない。カレーは脱ぐ。これちょっとどうなのっていう感じ。ちなみに山さんはワントラップの、えー、ニトリのキッチンなので、全然そういったところは エストラップの詰まる原因はない。まあ、今でもね、ワントラップを使ってるキッチンあるんですけど、まあ、でも、どっちがいいのかっていうことからすると、まず見てもらいたいのはこれなんですよ。YouTube で、エストラップ詰まりなんかで検索する。いろんな動画出てきます。まあ、これエストラップじゃないですか。油分を流し続けた。残念。で、この動画、山さん見ましたけど、あ、詰まってるなっていう感じ。これもこだてですよね。対策。一つ目。メーカーの取説には、油分流さない。カレー拭ぐって。 やってます。油そんな天ぷら油流さないんですよって言ってますけど、そうじゃないですよ。炒めるじゃないですか。野菜炒め。油ついてるじゃないですか。お皿食べるじゃないですか。油ついてるんですが。この油分流さないでって言うんですよ。難しい。難しい。っていうことで、やってる方やってるんですけどね。二つ目、網かごにネットをかける。そうすると流れが悪くなるんですよ。うん、これも丸子ちゃんやってますけど、ちょっと難しいかな。山さん的にはね。で、三つ目、カレー脱ぐうとかありますけど、四つ目のパイプユニスこれやってます。 パイプユニッシュはやってます。やっぱりぬめるんで。ということで、匂いも気になる。えー、まあ、戸建てだったらこれやればいいんじゃないかなと思いますが、まあ、最後、やっぱりそう考えると、このエストラップのところ、 つまらないように、まあ、定期的にやった方がいい。まあ、それやったら最高ですよね。あの、マンションみたいに。で、直感接続にして、高圧洗浄をすれば定期的に大丈夫です。で、こ、えっ、ー、と、大体高圧洗浄するための直感じゃないといけないんで、そのさっきの蛇腹のところが直感にすると、部材で、販売価格でたい6000円ぐらい。 他の方でも、あの、5、6000円請求、部材しました。まあ、これメーカーから買わないとできないかなと思いますし、あとこれちょっと取り付ける日がもしかすると、えー、直感と蛇腹だと手間が違うんで、えー、くださいって言われる場合もあるし、いらないっていう。別にそこはいいですよ。あと工事だと絶対言われますよね。この工事費という形で。最初に言っとくっていうのが大切。だから動画でいろんな内容、これだけじゃないですよ。いろんな動画、いろんなメンテナンスの使用、えー、ぜひチェックして、皆さんの内容をシェアしていきたいと思います。 で、ともちゃん、でも、あの、よく聞くと違う話がありました。コア洗浄やってるんですよ。ちなみに今回、築27年の戸建てということもあり、山田さんの動画で紹介ありましたので、戸建てですが、このあたりでコア洗浄しておこうかなと判断しました。めちゃくちゃいい判断ですよ、それ。解説されていました通り、戸建てなので、外のマスから配管を洗浄してもらいました。わかってますね。料金は1万8000。そんなものですよね。で、えー、 数によると思うんですよ。どこをやるかっていうね。まあでも大体この程度で思ってください。で、リフォーム前に先に綺麗にしておきました。これ大正解ですね。これめちゃくちゃいいんじゃないですか。いつやるの今でしょうっていうなんですけど、いつやるのリフォーム前でしょうとか、まあリフォームのタイミングでやるのがめちゃめちゃいいです。洗浄後。綺麗になった、まあ。恥ずかしい。いや、もうありがたい。これ光ってるのね。これお水。 ということで、綺麗なマス。もう綺麗な状態。だから、マスから綺麗にしてくれますから、やっぱり築27年ヘドロとかいろいろついてるじゃないですか。綺麗にしましょう。1万8000円払って。ということで、素敵な判断、超山さんもお勧めさせていただきます。これ、いいなと思います。まあ、えリ、ー、ホペが友の会ぜひ、このタイミングでやってみてください。本日のまとめいきましょう。一つ目。 シンクな排水プレート、外して使う方もいらっしゃいますね。えー、確かに。二つ目、網かごフィルター。まあ、これだから、つまりの問題もあるからなんですけどね。三つ目、マステ24ミリ、大活躍、抗菌仕様のマステ。今、キッチンとかお風呂張り、抗菌マステ置いてあります。四つ目、蛇腹バマンションは注意、注意、注意ですよ。絶対これ注意してください。そして、 5つ目、小立てでも、ジャバラ感、標準なので、だからって、これ間違った工事なんて、ちょっと勘違いしないでください。ただし、今詰まるのは、エストラップ。ここ、大変なので、あの、パイプユニッシュして、こまめにする。もしくは、もう、日本前に、え、コア洗浄するんですが、まあ、何年か経ったら、やっぱり、直感にしとけば、そういったコア洗浄を入れるっていう方法はありだと思います。ということで、今日、お届けさせていただきました。 えー、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。LINE 登録で定期的に限定動画配信中です。ぜひこちらの方で山さんとお友達だってコメント、スタンプくださいね。本日の、えー、こちらの動画3つお届けしました。次の動画でもお会いしましょう。